もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。こたびの用件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。何やら火薬の匂いが。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。
この戦乱の日の下、背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。
秀千代殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。まだ気は抜けんぞ。
浦和勢に天下は我ら藤吉郎様のものになるというのに。
やるな。連れ立っておっては敵に囲まれる。二手に分かれよ。わしは残って敵の足並みを乱す。お主はこのまま攻め入れ。休む暇はない。行こうぞ。Yep.
な気が濃くなってきよったの。藤吉郎を止めねばこの国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。違う相手じゃ。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値が分からんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬ奴には何もやらん。Yeah!
まだだ。あれがあれば俺は。